皆様ご視聴いただきありがとうございます。美里オーストリッチファームのコニタンと本当にいた、美里オーストリッチファームのともちゃんです。はい、はいはい、今日は何すんの。はい、あのエミューの寝床を作った動画を上げましたが、それから数週間経ってどうなったかのご報告でしょうか。はい、今日はエミューと遊ぼうと思います。食べるのか。はい、これはエミューが食べるんです。なんかスーパーで人間が食べるように言ってそうね。そうそう、すごくさ、いい小松菜だよね。いいよね、うん、小松菜は冬の野菜なんだっけ。うん、小松菜冬のやつはすごくシャキッとしてますね。はい、あ、触れたら指が落ちます。はい。あ、落ちたわ。カラスよけの糸です。今のところいい具合に効果を発揮しているんじゃないですか。カラスが来て餌を食べちゃうので、そう、糞をしてしまうので。最近ね、最近鳥インフルエンザとか怖いからね。はい、あ、やられた。同じく鳥インフル対策。これはあれですね、煮込み消毒槽。本当は1分ぐらいここに立ってた方がいいんですけど、まあ、やば、数十秒で。はい、はい、ほら、歓迎してくれてるの、ね、あ、うんこがある。さて、罠の上。はい、ベッドは整えてたけど、エミューちゃんたちが踏みしめてこうなりましたね。それはうんちですね。お食事中の方いたらごめんなさい。前、はい、してたうんち、うん、黄色かったけど、ちょっと違うね、黒くなりましたね。植物性が、食べるもの変わってないはずなんだけど、なんで、これ新しい。あ、本当だ。あ、乾くと黒くなるんですね。新しいうんこだ。うん、なんかトイレになっちゃったかな。あ、やだ。うん、まあうんこもいいけど、エミューたちに使い方は任せるのでいいんですけど。そっちはどうだろう。こっちは、入ってない気がする。あー、本当だ。私が敷いたまんまな気がします。そう、今多分ね、画面右にあの D4 が、ああ出してくれるのね。はい、残念ながら入ってくれず。どうやって入ってくれるんだ。やっぱあれかな、ヒーター。あ、そもそもなんかあんまり寒がりじゃないらしいですね。寒さに強いんだもんね。そう、真冬に卵を産む人たちらしい。なんならこの人たち、この寒いのにさ、うん、水かけてとか言ってきて。そうですね、まあ、今こんな感じでまだ産卵は始まってないです。え、でも本当だったらもう産んでいい時期なんでしょ。うん、12月だもん、ね、なんかいろんな色のうんこがある。スポンジじゃなくて。違うな。なんだろう、匂いはしないんだけど。全然しないね。あ、そして来てくれない。ほら、見てくださいませ、小松菜だよ。悲しい。このおねだの着てる服は、あー、目立つかも。見たことない？そうかな？小松菜カラーじゃん。ねえ。野菜カラーでしょうか？もうちょっと近づいてみる。お、気づいた。いいね、食べるか。いいね、食べた。食べた。あれ？食べたのはミュウちゃん。あれ？今口に加えたけど出して。お昼にもらったからあんまりお腹空いてないかな。現在2時30分。なんか、みゆちゃんの方も黒くなってきた。うん、色がね。はい。日焼け。冬毛。はい。よ、あ。すごい。泣きましたね。どうしたの？大丈夫、今滑ってた。
ここさずっとさエミューが歩くからさ、うん、もう土地が傾いてる。どうも。どうですか。なんか落ち着かないね。まあ、さっき前ね、でかい手枠いたしね。ああ、なるほど。そっか、繊細だ。ダチョウより耳はいいらしい。うん。まあ、いつもそんなんじゃないですけど。うん。なんか今日どっちも同じ大きさに見える。うん、うん、あ、来た。この子たちが踊るのはいつでしょうか。はい、一瞬前踊りそうだったんですけど、そう、なんかわーいみたいな、タタタってその嬉しそうに走ってきた時が楽しみにしてます。踊るの今日は落ち着かないエミューちゃんでした。はい。